朝早く着いたので観光客の姿はまばらでした。晴天に恵まれ、柔らかい日差しが静かな湖畔を包んでいます。山あいに架かる橋は赤色がよく似合います。より良い被写体を求めて落ち葉を踏みしめながら急な坂道を登ります。この先はとてつもない急な石段になっていて、登るのを諦めました。綺麗ですね。もちろんお二人がですよ。逆光のきらめき、いいですね。邪魔だ。カメラマン邪魔だ。あの遊覧船に乗りましょうか。え、1000円ですか。昼食抜きですね。頑張って1000円分の景色を見せてくださいよ。さあ、いよいよ出発です。昭和38年には今、兵庫最弱特定公園として国の指定を受けている。中国地方では屈指の名所地でございます。ゆったりとした船内です。しばらくは流れ行く湖畔の景色を楽しみましょう。そそり立つ両岸の絶壁は若さ、青さ、目を見張る秋の紅葉と四季折々に異なった美しさを示し出してくれます。この新竜湖の景観が秋の水に紅色の悲しみに染まれて、派手な紅葉は見えなかったが、それなりに楽しめた新竜湖でした。